ジャッジ、和田、29枚、28、青、あかり、ジャッジ、永瀬、30対28、青、あかり、ジャッジ、豊永、30対28、青、あかり、以上、3対0の判定をしまして、勝者、あかり。試合はやりたいことはまあ 68% ぐらいできたかなって思います。前回に比べて練習してきたことは結構出したんで、あとはもうちょっとこう波の上の部分を作れるように、攻めるところはしっかり攻めるっていうのをもうちょいできたらよかったかなっていうのが正直なところです。でも前回よりかは自分のやりたいことってかずっと練習してきたことはできたんで、そこは良かったかなって思います。まあ、でも良かったところより悪かったところを伸ばさないと、あの良くしていかないといけないんで、努力ですね。まだ努力ですね。怪我っていうか、多分あれですよね、自爆ですよね、蹴って足の左の足の甲が痛くなりました。そんぐらいです。あの自分も別に殴られて痛いとかも特にないんで、まあ、ちょっと1週間練習休んで、そっからまた始めようかな、また一から作り始めようかなって思います。今回はいつも右のすねとか足痛くなるんですけど、今回左が痛いんで良かったなって。左が出てたっていう証拠なんで良かったなっていうのはちょっと思ってます。そんぐらいですかね、怪我はそんぐらいです。ですね。もう1年経つのめっちゃ早いなって。正直なとこめっちゃ早いなっていうのは感じました。なんかいつもこうやってあの撮ってくださったり、めちゃめちゃ本当にこんなペーペーなのに嬉しいなって思うし、だからこそやっぱりこう見てる人たちにも、あのいつも撮ってくださってるあのお礼とかをもっと試合で返さないといけないかなって思うので、まあ嬉しいのとありがとうございますっていうのを伝えたいのと、まあ、これからももう少しだけ、来年必ずベルト取るんで、もう少しだけ待っててほしいなって思います。いつもありがとうございます。クリスマスとお正月はまだ何にも予定立ててないんですけど、まあ、でもとりあえず食べたいものは食べれるんで、そこは譲らないですね。とりあえず甘いものはひたすら食べるっていうのが今のところの予定です。